コンコン、こんにちは、こたつチャンネルのひでえでございます。ですね、今回なんですけれども、高野山に戻ってきてですね、高野山の情報を になります。はい、高野山の情報というか、紹介なんですけどもね、ただね、まあほんまにね、知ってる人は知っている、知らない人は知らない、まあそうですけど、っていうようなとこを紹介したいなと思っております。あとね、まあこの後動画、そのとこの動画 見てもらう形になるんですけども、世の中のね、ちょっと営業職の方の人たちに行ってほしいとこかなっていうとこですね。はい、でなんですけども、まあ見ていただいたらね、多分うわっていう方もあるかもわからないですけど、まあ一通りちょっと見ていただいてね、その後いろいろなことをちょっと説明したいなと思っておりますので、まずはそちらの方に、タマさんと大巻さんを解き飛ばし、ということで、動画から帰ってきました。その動画というのがね、何かっていうところなんですけれども、まあ妙変上人さんという方が高野山に昔いたという、そのお墓と、その後にね、ちょっと神社みたいなの、神社みたいなのって言ったかも、神社が映ってたんですけども、それがね、妙変上人さんの近くにある神社、山の神様と、名前の方はついてないんですけども、まあその辺ももしかしたら昔何か関わりがあったかもしれないですけど、という神社、あともう一つは最後はね、小保田寺寮の手前にあるんですけど、橋の手前にね、水掛け、地蔵さんですかね、のとこの横の方にあるところに妙変上人さんの像があるとという説、紹介なんですけども、でね、その妙変上人さんという方は誰なのでしょうかというのをちょっと説明していきたいなと思います。でね、妙変上人さんなんですけども、まあ、鎌倉時代ですね、高野聖というのがありまして、高野聖の、まあ、前世紀ですね、前世紀、父親は有名なね、藤原の、道則さんという方になるんですけど、その藤原道則さんの息子さんというのが、もうすごいみんないろいろ兄弟いてるんですけど、その妙変上人さんを含めてですけど、
すごいいろいろな才を持った方やったと。まあ、その中の一人が妙変上人さんという方なんですけれども、その妙変上人さん、若い時から高野山に登ってきたのかってなったら、それは、違ってですね、まあ、50歳を過ぎて高野山に来てと。で、高野山っていうのが、昔っていうのが蓮華谷とか千住院谷、五の室谷とか、いろいろこの谷々で分かれてたと。まあ、その谷々にね、ちょっと前の話なんですけども、高野七弁財天さんという弁財天さんも祀ってたというところもあったりするんですけれども、まあ、その中の谷の一つ、蓮華谷聖というとこの一番トップって言ったらおかしいですけど、まあ、そこのトップになる人が妙変上人さんやったという話なんですけどね。ただね、何をしたかというのがちょっとここから説明になるんですけど、その中にまだ眠たなるかもわからないですけど、まあ、聞いていただければ。昔若い時、東大寺っていうところで三論宗義というのを習ってですね、まずで高野山に来た。何をしたんかというと、念仏を唱えて、いろいろなところにこれを高野山っていいところですよというのを広めていくというのをした方なんですけれども、ただね、やり方的に高野山のその弘法大師さんのことをいろいろ語る時にね、その念仏の中に、念仏というかそういう中に入れたりする、書道勧進活動というのをしてたと。まあ、それをね、初めは行って、まあ、高野山で初めからこういうふうに人とかいっぱい来てたんかっていうとそうでもなくてですね、昔っていうとそれは高野山に空海さんという方が来てここで開いたと。ただこれって言えへんなら誰もわからないことじゃないですか。一部の人間はわかるけど、それ以外の普通の一般の方は誰やそれとになる時に、こういう高野聖さんという方が皆さんこういろいろなところに行って高野山の魅力を伝えた。まあ、変な話、営業職ですね。初めの方でも、こう話させてもらったんですけど、まあ、例えばですよ、例えて言うとですけども、お坊さんなんでね、営業ってそんな営業職って言うとおかしいですけど、まあ、そういう風な形で自分の口を使ってとか、いろいろ自分が習ったことを空海さんのことを交えながら、こういろいろな家に行ってそれを教えたという、教えてね、高野山来てもらうというのをした方たちなんですけども、そこでね、やっぱり初め、まあ妙変さんだけになるんですけども、蓮華谷というところに一人住んだりしてたら、今度妙変さんのことを知って、私もそういう志があるので一緒にしたいですという人がいっぱい集まってくるじゃないですか。ってなった場合に、その妙変さんのその教えというのがすごかったと。なのでこの妙変さんを、まあ、一番じゃないですけども、そこの主になって、蓮華谷、例えばで言うと蓮華谷株式会社、蓮華谷聖というような会社があって、そのトップ の社長というか、それが妙変さんやったと。なのでね、これは自分の個人の思いなんですけれども、妙変さんになってね、ちょっと今回ね、九州の方に行きますということでね、言うじゃないですか。そんな簡単な感じじゃないと思います。はい、そしたらね、朝礼行いますと、九州の方に行く方、はい、手を挙げてください、みたいなね。で、僕行きます。私も行こうかな。みたいなね。まあ、女の方はいないんでね。ということで、はい、そしたら今回、5人で行ってもらいます、という。でね、今回の手法なんですけど、九州の方はね、念仏を唱える、それよりはね、いろいろなとこを回って、高野山に来ていただいたときは、納骨もさせていただきますよ、と。まあ、こういうことをね、伝えていただければという、まあ、こういう妙変さんってこんな感じで言うたと思えへんですけどってね、いうような感じでこう朝礼でね、はい、四国に行く方はとかね、東北行く方は誰ですかみたいなね、そしたら私今回九州についていきますみたいな、そういう感じで行って、とこういろいろなところに行って、こう小和さんに来てもらうこうようにしたと。なのでね、今橋、まあ変な話、高野山で宿泊ね、泊まれるお寺とになってるじゃないですか。これもね、もしかしたらこの高野聖さんとかがね、初めにそうやって高野山に連れてきた時に、各お寺にね、今回何々寺に案内しますということでね、そこ連れて行って、はい、こちらですよってツアーのコンダクターというか、そういうのもしとったんかなとか思ったりもしたりね、ここのお寺に入ったらこういうのがありますよとか、ここのお寺に入ったらこういうことをしていただけますので、私たちが責任を持ってやらせていただきますというようなね、はい、というようなことをしてですね、
あのすごく高野山にこう人が集まってくれるようになったと。ただね、この鎌倉時代の前なんですけども、根本大塔、まあ根本、空海さんが根本大塔を作ったと、壇上伽藍というところにあるこの赤い塔のところですね、いろいろそこがまあ火事になってしまった時とかね、もうお寺のお坊さんというかお坊さん僧侶の方たちは高野山からすごく下山した人が多かったと。なのでね、一回高野山こう潰れかけたというとおかしいですけど、空海さんがそういうふうに修行の場を作ったんですけど、もう何もかもこう消失してしまって亡くなった時に、もうお坊さんの時はもうここでおってもね、もう習えることはない、全部なくなってしまったんでと、あのもうそうなったら下へ行こう、もうみんな下へ行こうっていうで降りた感じになって、一回はねほんま高野山に潰れかけた、それをガッて戻したのがもう高野聖さんのおかげっていうのもあるかもしれないです。こういっぱいの人を集めてね、だからすごい人なんですよほんまにね。あの感じの動画で見てもらいましたけど、まあもっとこう評価されてもええぐらいのあの方だとは思います。はい、ちょっとそして見らさせていただくんですけども、まあ高野山のね、そのこの前世紀、まあいろいろこう来ていただいての活動は、まあ妙変さんの活動とかこの高野聖さんの活動があったから大師信仰が一気に広がりましたということになって、大体ね鎌倉時代にそのちょっと前というか源平合戦とかいうのがあったりね、いろいろしたじゃないですか。その話の中でもね、まあ蓮華台の話になるんですけども、蓮華台にはその平家物語の、登場する人物の人とかいろいろそこに訪れてましたと。熊谷直実というね、武将の方、今高野山の中に熊谷寺というお寺があるんですけど、そこを作った人が、まあ、熊谷直実さん、この方も源平のその話の中に出てきます。あと少女詩院さん、その蓮華台の中に少女詩院さんというところがあるんですけれども、奥の院口の手前にね、少女詩院さんこうごま堂があって、こうすごくごまをするところがあるんですけど、そこが、まあ、滝口入道さんという横笛、あ、これ笛じゃないですけど横笛さんという物語が今高野山にも残ってるんですけども、まあ、諸女神さんで本間はあったと、それを大栄人さんにというのもあったりするんでね、この2件だけが今残ってるお寺と、その鎌倉時代からの話になるとね、っていうのでね、そこでいろいろな詩とかそういう物語とかいろいろが作られたっていうのもあるらしいです。で、高野聖って言うたら一番何が有名かというと、泉鏡花さんのね、高野聖という本が、小説なんですかね、あれ加納さん、まあ、分かんないですわじゃなくて、まあ、高野聖という有名なね、泉鏡花さんが書いた、高野聖の方のいろいろ泊まりに行った時にそこに妖怪が出たと、そういう話をこう旅の仲間にこう喋るというような、これが泉鏡花さんの本、まあざっくりですけどね、まあ、これが有名な話なんですけどね、高野聖という本の中では、はい、そこからもう高野聖という名前がそこから結構こうなったというのもあったり、はい、でね、いろいろなとこでこういう風な物語というのは残ってるんですけど、もっとこうね、もっとこうされてもええような、妙変さんもしっかりなんですけど、この高野聖で言うならば蓮華谷聖の中やったら妙変さんで、千住院谷聖ならばこの方と、この聖聖、蓮華谷の聖さんで、千住院谷の聖さんで、五の室谷の聖さんと、この思想がね違うような感じなのもあったので、まあいろいろそういう思想に合う人がそこへ集まったということなんです。はい、でね、その妙変通りに行き方というか、っていうのはね、動画の初めの方でこういう石碑というか、妙変上人さんの石碑というか、そういうねが立ってるんですけど、まあバス停を使っていただいた人はね、これは何や、超石道のそのあれなんかなって思った方もいてられると思うんですけど、ちょうど石碑から少し、進んでいただいてですね、そこから右へ曲がってもらって、右の、坂をずっと上、まっすぐ上まで行ってもらったところに、先ほどの妙変上人さんのお墓というかというのがある形です。お堂なんですけどね、お堂なんですけども、朽ちてしまってあんな感じになってるという、はい、でずーっと動画見てもらったら、いろいろなこうお墓じゃないですけど、なのであれがね、高野聖さんの蓮華谷聖さんの
妙変さん のお弟子さんというか、まあ、思想が同じだ、もう お弟子さんになるとは思うんですけど、その中にも有名な人はもしかしたらあるかもわからないですけど、というようなのがこうずっと並んでいるような感じですね。でね、まあ、そんな感じでね、パッと見たらうわ怖ってなるんかもわからないですけど、逆にねすごいなん、すごい人なんで、まあ、営業職のトップと言ってもええぐらいすごい人なんです。あんま高野山の人をね、それだけこう導いた人なんで、営業のねされてる方とか、あと、まあ、これから先ね自分でこう何かを伝えていく仕事をしたいとかいう方であればね、来ていただいてちょっと参拝というのをしていただいたらすごい良いかなと。まあ、そこの妙変通りにある妙変上人さんのお墓がちょっと怖いというのもあるんであれば、まあ、ちょっと5秒の手前のね、妙変上人さんのお像というか像にもこうしていただけるのが一番いいかなとは思うんですけど、良ければその妙変上人さんのお墓の方に行っていただいて、というのはね、こう人がずん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 こうやっぱり来ていただく形になったら、これから先ね朽ちてなくなるということはないと思うんで、まあ、っていうのがね、すごいことをした人のことっていうのがだん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 こうなくなっていってる高野山の中でもねあると思うんで、なのでそういうことで言うんであれば、言っていただいたらありがたいなとは思うんですよ。はい、まあ、皆さんの応援じゃないですけど、皆さんの願いをこう叶えてくれるところもね、妙変上人さんもあるとは思うんで、良ければそういう営業職の方、そしてこれから何かをしようとしている方は言っていただいて、はい。で、まあ、これから先ね、いろいろまあこういう形でこうなくなっていくようなとこ、まあ、あまりこう知られていないようなところもこういう形で紹介はさせていただこうと思ってるんで、よかったらそういうところにも足を運んでいただいて、怖いとかだけではなくて、あ、すごい人なんやなとか、すごい神様なんやなっていうのをこう分かっていただけたらありがたいと思います。そしたらね、よかったらチャンネル登録、チャンネル登録で高評価をしていただけたらありがたい限りでございます。と、毎回ね、ご視聴いただいている皆さん、いつもありがとうございます。これから先ね、また応援していただければ、すごくありがたい、自分でも励みになるので、ありがたいと思っております。ということで、今回ね、妙変上人さんのお墓と、五行の前にある像の、あと山の神様、の社の紹介をさせていただきました。それでは牧さんと玉さん、本日もありがとうございました。失礼します。